どんなカードでも存在する以上必要とされる力がある。クズの一言でカードを否定するあんたにデュエリストを名乗る資格などない。ただし総人の暗殺者てめえはダメだ。どうも、会議室カードゲームクラブ、初行きです。今回はあるカードをテーマにしてデッキを作ってきました。そのカードがこれ、総人の暗殺者。5マナ54で自分のターンにクリーチャーが死亡していたらカードを1枚引ける。基本セット2021で登場したアンコモンクリーチャーですね。なんでこのカードを取り上げようかと思ったというと、このカード、あんまり使われている気配がないんですよね。Google で検索しても、このカードを使ったデッキの紹介なんてヒットしませんし、YouTube でも誰も取り上げてなくて、コナン君の映画がヒットするような始末です。そんな総人の暗殺者、使ってやろうじゃないか！というわけで組んできたデッキがこちらです。総人パイセン、なめんなよデッキ。主役である総人の暗殺者は当然4積みしています。それと、基本セット2021で出た、剣士庫の厄介者と、リリアナの信奉者を4枚積んでいます。これらは総人の暗殺者と同様、自分のターンの終了ステップに、このターンにクリーチャーが死んでいたら発動する誘発能力を持っています。基本的な戦略は、自分のターンに相手クリーチャーを除去して、アゴを稼ぐ。これにつきます。そのため、強い除去能力を持つソーサリーカード、伝書の力は4枚採用しています。では、このデッキで、総人の暗殺者の真の力、見せつけていきましょう。こっち3枚、総人のデッキを作れると、総人の敗戦。よろしくやで。石の牙の聖域。いやー、嫌な聖域出ましたな。ビート。ビートはやばいから、即刻取り除き。うろつくやつを出して、耐性。うわ、4点回復が4点ダメージに変わる。えげつない。えげつないんで、ご退場願おう。物産で、格闘を行う。そしてすぐに、アンコーン、5点回復。吸血鬼、11、アジャムレ。アジャムレがいるところで、こいつやばいな。フロントドン出しますで、早速これ、石の牙の聖域破壊しに行きてぇな。まだか？まだ早いか？もうちょい待とう。語りで、ライフが27点になると天使を出せる語りで、戦争の犠牲。あと一度も足りねえな。戦争の犠牲で、聖域を破壊するプランとして、アジャムレは、このターン除去とかないとまずいな。X3 でハイドラを出します。格闘アジャムレとします。フロントドンを攻撃していいか？しないで、ここ。悪残。そっち来い、そっち来い、そっちが来ないとやばい。そっちじゃないけど、クリーチャー破壊だからいいでしょう。あぶねえ、速攻除去れた。接しでブロックされてもいいでしょう。
うなったら、総人先輩の出番です。あとはひたすら殴ってくる。総人先輩は、アドウィン。ダークソース。しかし、速攻、マイナス2修正。くらえ、総人パンチ。そして、総人先輩の能力で、ワンドロー。グッドゲーム。グッドゲームいただきました。ほら。あ、決まってはないんだ。対戦ありがとうございました。サンマナで工作があって、土地も伸びそうで良さげな職人。本日でした。おお、早そうなデッキだな。工作。緑と黒を工作。おぉ、秘技術師か。厄介なやつが出てきたな。1、2、3、4、5、7。秘技術師と上貴族、どっちが嫌かな。上貴族も嫌だな。秘技術師はなんとかなるでしょう。で、物産で。アイドラー上貴族と格闘くらえ。しまった。秘技術師がいるってことは巨大化とかディスクとか多いって分かってるじゃん。っていうかこれこの前使ったデッキみたいじゃん。これこの前使ったデッキの番号じゃねえか。こいつはよろしくね。なんでを出します。あと、摂取とかも出して、一応、牽制をかけます。技術士が墓地から唱えるより先に、なんでで除去っちゃえば、特に怖いもんはないで。構造。目を取る可能性めっちゃ高いな。可能性満ちてる。墓地に降りちゃいないから、南米はパワーアップできないと思ったら自分の墓地に。南米はパワーアップだね。ここで、総人の暗殺者、うちのエースだ。しかし、まだ怖いんで何もしません。何もしてこないか。逆に不気味すぎてやだな、これ。蒸気と秘技術師どっちが倒したいかな。秘技術師倒しに行くか。1、2、3、4、5、6、6、7。X6 で、お前とお前で格闘。こっちは摂取と反抗があるからね。8点回復は入る。さらに攻撃。8点。
そして総人の暗殺者でワンドロー、顎の塊。立腹、おぉ、どんどん誘発する。美術師がまた出てきたな。立腹を使い回す気だな。構造は通します。まあ31点もあるし大丈夫でしょう。何かしら除去カードが欲しいが、うろつくものとりあえず雑に殴るんですか。じゃあ、厄介者一体出して。先に手を打っとくか。立腹は追放しときます。構造がもう一体で。もらう前に相手の墓地の切り口を取って南米を進化。エグズペスの悪夢で技術師をさらにインカのクリーチャーを破壊する。厄介者も出します。で、ここで攻撃に行くかどうか。全部で6か攻撃はしません。ターン終了でエンド時にこのターンクリーチャーが死亡しているんで、厄介者、さらに厄介者で暗殺者。対戦ありがとうございました。